デジカ、自由民主党の元衆議院議員、防衛庁副長官、北海道議会議員、旭川市議会議員等を歴任した。兄は写真家の今津秀夫、息子は旭川市長の今津勘介。北海道旭川市の魚屋、今津商店を営む今津周一の逸夫として生まれる。北海道旭川西高等学校、中央大学法学部卒業。 1975年、旭川市議会議員選挙に出馬し、初当選。1983年、北海道議会議員選挙に倶り返し、当選。1987年に再選。1990年、北海道議会議員を2期目の任期途中で辞職。同年の第39回衆議院議員総選挙に、旧北海道2区から自由民主党公認で出馬し、 得票数3位で当選。当選後は、当時の海部都市機首相の出身派閥である、新政策研究会に所属した。1993年の第40回衆議院議員総選挙では、自民党に、旧北海道2区で、トップ当選した。1994年、羽田内閣総辞職に伴う、内閣総理大臣指名選挙において、自民、社会、 新党先駆け三党が押した村山富一日本社会党委員長ではなく旧連立与党側が擁立した会府に投票しその後天に従って自民党を離党。高市会自由改革連合を経て新新党の決闘に参加する。1996年第41回衆議院議員総選挙直前に新新党を離党し自民党に復党。 北海道6区から自民党公認で出馬したが、旧民主党公認の佐々木秀則に敗れ、落選。2000年の第42回衆議院議員総選挙でも、再び佐々木に敗れた。2003年、第43回衆議院議員総選挙で佐々木を僅差で破り、7年ぶりに国政に復帰。2004年、第2次、小泉改造内閣で防衛庁副長官に任命される。 2005年の第44回衆議院議員総選挙では、比例北海道ブロック単独で出馬し、4選。第3次、小泉内閣でも防衛庁副長官に再任された。2008年、衆議院安全保障委員長に就任。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、北海道6区で民主党の佐々木隆弘に敗れ、比例復活もならず落選した。 落選に伴い自民党北海道連会長を辞任。2010年前年の総選挙において北海道国で自民党の町村信孝を破った民主党の小林千代美が公職選挙法違反により衆議院議員を辞職し、それに伴う補欠選挙に出馬するため町村も議員辞職。比例北海道ブロック時点であった。 中川翔一が前年に死去していたため、今津が繰り上げ当選した。2011年10月、自由民主党社道キャビネットにおいて、影の防衛大臣に就任。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、北海道6区で前回敗れた佐々木隆弘を破り、6戦。2014年の第47回衆議院議員総選挙では、北海道ックで、 佐々木隆弘に敗れるものの、比例復活を果たし7戦。2017年8月に自民党の安全保障調査会長としてハワイを訪問し、ミサイル迎撃システム試験施設の視察とアメリカ太平洋軍関係者と対談して意見交換を行った。同年の第48回衆議院議員総選挙では北海道6区で 立憲民主党に入党した佐々木隆弘に敗れ、比例復活もならず落選。落選後、政界引退を表明した。2018年春の叙勲で、朝日、重光明を受賞。ありがとうございます。